疲れ様です。お疲れ様です。ロケ行きましょうか。ロケ？え？今からですか？なんと今回は私坂口理子がバリ早で初めてのロケに挑戦。夏の思い出作りにおすすめしたい食にこだわった海の家やフェス会場のような海の家など、この夏ニューオープンした進化系海の家を大特集。さらにまだまだ楽しめる夏のアクティビティも登場します。お兄さんもいて、お兄さんもいて、いいね。左の重力いいじゃん。バリ中。まずやってきたのは先月福津市にオープンした南国リゾートのような海の家ディディダリー。宮地浜海水浴場を一望できるおしゃれなテラス席はインスタ映え間違いなし。どこが進化系なんでしょうか。食にこだわっていて、福岡のホテルで腕を振るった料理人が、こだわった料理を作っているレストランになります。それが海の家で食べられる、はい、食べれます。楽しみ。こちらの海の家の目玉は食。一番人気は福岡の有名ホテルで修行を積んだ田辺さんが作るこちら。どうぞ。でかっ。ボリュームすぎません。一番人気のジャークチキンプレートは骨付きの鶏もも肉を丸ごと使った豪快な一品。皮の部分がパリッとしててジューシーで美味しいです。ありがとうございます。数種類のスパイスに数日漬け込んでますので、オーブンでじっくり焼き上げているので中はふわっとして仕上がりになっております。さらに海の家の隣にはかき氷の専門店も併設。かき氷を食べながら海を眺める、最高のシチュエーションですよね。めちゃめちゃおしゃれですね。ありがとうございます。すごい。僕町にある人気かき氷店、お豆よしこのかき氷というお店が監修しているかき氷なので、見た目も味も完璧でございます。プリンベースのシロップを使ったプリンいちごは1日100個も売れるほどの人気メニュー。果たしてそのお味は。おいしいでしょ。おいしい。発音良くなりましたね。浸透してる。なかなか食べたことない、多分食感と味だと思います。これ新感覚のかき氷かもしれない。その他にもこだわりのチリソースを使った具材たっぷりのオープンホットドッグも大人気。おしゃれで食にもこだわった海の家で夏の思い出作りはいかがでしょうか。続いての進化系海の家は、待って、めちゃめちゃすごい。フェス会場みたい。見てください、ドドーンと。すっごい。先月福岡市東区西戸崎にオープンしたロングバケーションリゾート。もともとここはホークス2軍の寮があった場所なんです。さあ、気になる中の様子は。すっごい広いですね。そうですね、お席がだいたい330席あるので。330席、はい、すごい。 HKT 劇場より博多湾を眺めるテラス席がなんと300席以上。 VIP 席では広々としたソファーに扇風機も完備。こちらでいただけるのが絶景のロケーションが楽しめて、なおかつ極上のバーベキューが楽しめる場所になってます。最高じゃないですか。一番人気のハッピープランはカルビや豚バラ、鶏ももなどの盛りだくさんの内容に飲み放題がついて1人前5000円。海を見ながらの最高のバーベキューが楽しめます。うわ最高。いただいちゃいました。最高。いけー、目分量。だいぶいってますね。海の家の定番焼きそばは自ら豪快に調理していただきます。おいしい。バーベキューだけではありません。お店を利用した人なら誰でも無料で使える広々としたシャワー付きの更衣室も、シャンプーやリンス、そしてドライヤーまで完備。さらに水上バイクやバナナボードなどのマリンスポーツも楽しめるリゾート施設になっているんです。楽
しそう。聞いてないですよ。全然聞いてないんですけど。誰か。なんで私はこの格好になっているんだ。見た目以上にハードな乗り物でした。本当に見た目以上でした。お兄さんもいて、お兄さんもいて、いて左の重力いて。ちょっとお兄さんが